はい、今日は2月の3週土曜日だからトミカの日だね。今日発売のトミカを3台買ってきたよ。まずはこちら、ランボルギーニウラカンベルフォルマンテ初回特別仕様、62分の1スケールとなってるよ。ギミックはサスペンションだね。さあ、すぐ開けていくよ。おお、黄色いのがかっこいい。黄色がマットカラーで、ここにイタリア国旗の3色が入ってるね。車高がめちゃめちゃ低いね。すげえかっこいいな。後ろもこんな感じだね。うん、めちゃめちゃかっこいい。1台目はランボルギーニウラカンのベルフォルマンテ初回特別仕様。お次はランボルギーニウラカンのベルフォルマンテの通常仕様だね。60分の1スケール。こちらはオレンジ色がとってもかっこいい。こちらもオレンジ色がマットカラーで、イタリアの国旗の3色カラーだね。でホイールは金なんだね。とってもかっこいい。めちゃめちゃかっこいいよ。オレンジ色だね。やっぱ上から見るのがめっちゃかっこいい。後ろがこんな感じだね。でサスペンションがこんな感じで効いてるよ。最後はこちら、メルセデスベンツの G クラス、62分の1スケール。こちらのギミックとしてはサスペンションと左右のドアが開閉するよ。ガチャッと開けてね。お、すごいかっこいい。今度はシルバー、すごいかっこいいね。ドアを開けるとこんな感じ。正面から見るといかついけどとってもかっこいいね。こちらも開けるとこんな感じだよ。後ろはこんな感じだね。今回はこちらの3台、ランボルギーニウラカンベルフォルマンテの初回特別仕様限定車と、通常タイプのランボルギーニウラカンベルフォルマンテ、そして最後がメルセデスベンツの G クラス、3台とも超高級車だよ。次の動画も楽しみにしてね。じゃあね、バイバーイ。